では今から試合を開始します。できすぎくんはこれどっち？相手？相手。試合開始でいい？試合開始。これ相手のレベルはなんかあるん？強い弱いみたいな。ああでもこの人は強いと思う。ヤクルトか。あこれあれなん？あのコンピじゃなくてマジで人？あそう人やね。人？阪神タイガース対。これ住所特定されたりせえへんよなこれで。じゃあ発展されセーフティーとかしても大丈夫？大丈夫。うわピッチャー早っ。楽しみに見たいと思いますね。そうですね。おお住所わからんって思ったその瞬間こいつむちゃくちゃや。おいなんでこいつコントロール悪いボール先行です。なんでこいつピッチャー千賀やん。外れました。何これ青いの何？青いの？じゃあ青い時に押すね。はい、あ、そうど真ん中ないよ、お前。そういう感じ。え、めちゃくちゃ球種あるやん。あ、こうね、おお今のが一番いいやつ。うん、今のがベストピッチ。おいこっち見てきてるな、相手のやつ。どこ出身？関東のやつやろ、絶対。関西のやつ初球から踏んもん。これキャッチャー誰？相手のキャッチャー。じゃあ自分のキャッチャー阪神のユニフォーム着てるけど。それあれは田口や。はい、知らん。だいぶ古い選手。だいぶ古い選手。これバリ簡単に抑えられるけど、なんでこんな弱いん相手。相手一応人やけどコンビ操作や。あ、どういうこと？なんか練習試合やから。ああ。次は強い？人とやるやつやろ。はい。簡単やな。あ、この音楽よく聞く。うん、CM で聞く。てれー。できすぎくんで、これコンピが決めてる名前。なるほど、これ、ふっ。こっちで振るんか。OK。おい！そう。これで。うわ、すごいな。すごいな、今の落差。おほらほらほら。誰これ一郎やろ。一郎って根元までスカウトってんけどね。あ、高橋刑事がこれあれやんな、板野友美の旦那やんな。そう絶対打たなあかんやん。じゃあうわむずっ。2アウトになりました。バッターボックスには指名打者。早くも投手戦になりそうやな。何から入ってくるか。おいおいおいマリ簡単や。借金してる。いやいや。おお、ようやってるな、ほんまに。そろそろやる？オンライン対戦。うん、もう分かった、要領。やっぱり実戦向きやからさ、俺。そうやな。オーダーはどうする？オーダーは、いつも俺がやってるオーダーとか。最強オーダーがいい。最強オーダー。勝ちたいからな。一応オーダーがこんな感じ。レベル低ない？こんなもん100まであるんやろ、レベル。いや、レベル75がマックスや。ほんま、ほぼマックスやん。そうやで、そうやで。これで負けたら言い訳できひんな。でも負けるよ、負けるよ。で、ピーチャーこんな感じ。めっちゃいい試合やん。これ、PPV にする？お金取って配信する？ライジンとか、ブレイキングダウンみたいに。そのレベルじゃないよ。ちょっと待ってや。うん。強いピッチャーにした方がいいな。青柳がいいピッチャー。喧嘩？いや、青柳や、ハゲてる。帽子取る場面あるん？帽子取る場面ない。あ、じゃあ青柳にしよう。青柳？うん。ああ。藤川球児に関してはボールマジで浮き上がる。え？しかも見て、火の玉ストレートとか書いてるやろ。ほんまや。それ特殊能力みたいなやつ？いや、普通の球種やねんけど、あいつだけ浮き上がる。え、坂本の特殊能力、ケツの穴とかあるんだよ。だよね、リアルタイムすぎてない。いや、あかんかん。で、このランク戦だったな。うん。で、これが実際にオンラインでやるやつやねん。これ相手はあれな、同じレベルのやつとか来るの？もうランダム？一緒ぐらいのレベル、俺とかと同じぐらいのレベル。じゃあビビンちゃんマジでめちゃくちゃ風邪ひいてる思われんじゃん、これ。今日、ヒロモのレベルからしたらありえへんプレーをするわけやろ、俺が。相手のピッチャーが、森下や。ガチやな、結構。溜めて解放って書いてあるよ。相手のほら。もうこれで分かる、何を投げてくるか。大体ストレート。うわぁ。もう結構ガチ。吉田か。これ、あれやないで、バレてないな、何投げてるか。バレてないからです。うれぇ。なに、何されてる今の方。いや、あなたが嫉妬した。やり方変わってるよ、さっきと一緒。一緒。あ、ちょっと早いかな。えいえいえい。
上げました。同じレベルな、ほんまにこれ相手。ここで守備位置は変えれるんですけど、うん、で前進をしたら守備位置変えれる、うん、定位置とかでやって、これ時間制限に投げんかったらどうなるの。で、なんか真ん中行っちゃう、うん、なるほど、そうですよね。初球は何で来るか。落ち合いか、こいつ相手。落ち合い、落ち合い、爆発強い。おお、俺抑えてるで結構。あ、うん、ランディーバースや。相手もこれやってんじゃん、俺みたいなやつにやらしてんじゃん、試しで。それはない。え、遅ない、球こんなもん。え、じゃあもっと速かったよさっき。あ、いや、ピッチャー側はなちょっと遅い。バッターもっと速いわ。ほんでバーツ足速いな。バーツ遅い。やばいやばい、バースの盗塁警戒しすぎた。なんで一二塁間で外野抜けんねん。これゲーム作ったやつ野球知ってる？知ってるけど。元 J リーガーが作ってない？これ点差何点でコールドある？ある、5点でコールドやな。ここは打ち上げています。どう、相手弱い？スリーアウトです。いや、まあ普通？普通やな。バントしたい、バントしたい。仕事をしたいところ。で、一回離してバント。はお前バントすんなよ。マジですよ。ちょっと待って、あれが見えへんって、さっきの。いや、動いてないやん、いきなり来るやん。オンラインやから、そうなんや。うわっ、なになに、まだ打ち方。神社の埋葬にしてる神主やんけ、お前、誰のお前。まずは先頭バッターを打ち取っています。ちょ、むずいってこれ、いきなり。さっきよりむずいって、はるかに。むずい、ちょっとむずい。もう見たんじゃない、手が出えへんね俺は。ちょっと待って、分かれへん、ストライクゾーンが。うわぁ、めっちゃ手玉に取られてる。王が申し訳ない。40個ぐらいしたよね、森下の方が王より。これ今強振、ちなみに強振やめていい、ちょっと、うん、強振やめて相手にバレる。いや、バレへん、バレへん。オッケーオッケー。うわぁ、相手バリ気持ちいいやろな、こんなん。おーと、こいつ誰バッター。後ろもスタッフ。うわぁ、当てた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 。リーアウト、チェン。7番から始まるホークスの攻撃。バッターは山田。なんか変な画面いった。タイガースのビハインドで最終回を迎えました。さあ、インサイド落ちました。なんでこんな簡単に打つん。じゃあピッチャー藤川にする。いやいや、お前2回で変えられるピッチャーの気持ち考えろ。2回しかないから。あ、そうなの。ランナーを一塁に置いています。さあ、まず一球。何言ったの。わあ、取れた。2時間にして、タイガース連続安打でランナーを背負っています。ちょっと連打を浴びてるんでね。ここはバリ里崎やん、解説。バリ里崎やん。はい、これで、これまだあえて青柳やと思ってる。いや、それは分かった。で、これストレート動くから相性みたいなのがあるってこと、今の書いたって。うん、あるな。ロリエ、それ浮くで見とってみ。ほんまや。抜けていった。ホームに送球。え、今の藤川が悪いやろ、絶対。おい、バリ里崎がいろいろ言うてくるって。うわ、ボール浮くからみんなフライ打つね。あ、高めの方がええんか。そうまあ、やば、落ちやろ。落合はインハイが苦手なんよ、奥さんが言うとった。おお、振りそうやったな、ちょっと今。全球インハイ対決。おれーだる。バースやん。バースはインコース高めが得意なんよ、だから得意ところで勝負する。あえて、うん、藤川まだ伸びるから、伸びしろがあるからな。やっぱり勝ちたくなった、急に。ちょっと待って、おい、流してレフト前に打つようなやつちゃうって、バースって、お前。これってさ、意外とボール球で勝負するもんな、みんな。ボール球もそうやな。あ、なるほど、浮き上がるのを利用して、ここやったらちょうどストライクになるってこと。そう、ストライク意味ないんだよな。おい、おう、な、なんて、なんて、なんて、意表つこうかな、迷うわ。いやバントやん。バントすんなよ、お前。村上が打席に入る。おーおーおーおおおノーボール2ストライク。3球目は何で来るか。ほらな、分かったよ。もう振る気がなかった。2ストから勝負してこへんもん。うん。振る気がなかった、今の。
苦しいんだ俺に位牌来る。やばいやばい、当てないとマジで相手がかわいそう。ボール、うわ、今のしゃーないってやつ、うわちょっとあかん、めっちゃビビらそう。打つ気満々で打つ気満々でボールやろどうせ。ほらあかん、間違えたって知ってんねんよなんでこいつこんな余裕の投球するん。レジェンドやで、してるん。2ストライクからストライク投げる。もう振っていこう、ほらもう振っていくことにした。配球読むのやめた。ストライクです。多分ここに貼るわ、ここに貼っとく。こっちが試合終了。山が外れた、こんなもんぱいよ。4点差か、うん、まああれやな、これ4点差あったけどさ、うん、実質あそこまでの点差、実力差は感じひんかった。これはあれやな、あの森下を褒めるべき。いやそんなオンラインで三振せしかもあれやで、王に関しては当てに行って三振やから、うん、もうあかん、野球選手としてあかん。4番のプライドを感じひん、王から。いやゲームにそんなないじゃあ俺がにあの教師をやめるって押しても、うん、やめたらあかん、王は。だって世界の王やで。くそ、次名前ためて解放でやらせてくれありがとうございました。よっしゃ。